エステー・デュポンはフランスの高級万年筆、ライター、ソーシングメーカー。特にライターが有名。エステーは創業者の略称であり、デュポンも一般的なフランス系の姓であるため同盟の人物や組織とは関連性はない。1872年、シモン・ティソ・デュポンによって設立。シモンは職人を雇い、高級比較製品の工房を構え、高級官僚向けに、 イニシャルを刻印した折りたたみ式の札入れや、モロッコ側のブリーフケースなどを主に製作していた。ほどなく、パリ一区リボリ通り沿いにあった、ルーブル百貨店の正式納入メーカーとなった。20世紀初め、シモンの息子、アンドレ・デュポンとルシアン・デュポンの兄弟は、一点ものの旅行用カバンを製造。豪華で、オリジナリティにあふれたカバンは、世界中の上流階級に支持された。 1935年頃から現在でも有名な金属部分に純正漆を施した製品を販売し始める。第二次世界大戦の開戦により旅行用カバンの注文を受けられなくなったため、1941年、アンドレ・デューポンは最初のポケットオイルライターを発明した。1952年に炎を調節できるガスライターを発表し特許を取得した。何よりも、 特徴的なのが、独特の、キーンという開閉音である。1973年、高級万年筆を発表した。2018年、パリパック、モンテーニュ大通りから、バンドーム広場北側を走るパリニクラペ通り10番地に、路面店を移転した。中、香水、メガネは、日本国内のデューポン直営店での販売はない。 パイプは1970年代の極わずかな時期の生産で現在では撤退している。ありがとうございます。